こんにちは今日動画やっていきますねまずは最近ってことでね6月1日になりましてあのー、まあいろいろ新しいこともスタートしましたねあの就職の面接も解禁されたり、まあ、あとは僕最近ねその6月1日になったんでもう一回ジム通って筋トレをしようかなということで、まあ、3ヶ月間お休みしていたんだけどまあ もう一回ね鍛えて夏に向けてであったりまた来年のね冬に冬に向けてっていうのはおかしいかなだけどなんか体でっかくしようかなということで筋トレまた始めました今回もねまた、まあ、そこまでストイックではないですけど、まあ、ややストイックという感じでプロテイン飲んだりとかあとはサプリメント飲んだりとかしてねもうすごいでっかい体になって大ン君みたいになろうかなとか思いますでまあそれが最近なんですけど、まあ、本題に入りますと まあ前回の動画でも言ったんですけど、の夏のね洋服が欲しい、夏のものを準備したいっていうことで、T シャツとか、あとはそういった、T シャツが主に欲しいんですけど、白 T が欲しいなと思って、だけど安くていいんですよね。だから、ユニクロの白 T 買おうかなと思ってたんですけど、前回、前回じゃないな。だけど、前の動画で買い掘りがさ、UT の,その T シャツをデザインして、 で、ななんか作っっったよってて、て。いいいうのを動画見てあ、いいなと思ってデザインした白 T の方が愛着も出るし、まあ、あとはまあ、ね、UT だからまあ素材もね良さそうだしあこれいいなと思ってたんですけどもちろん僕はあんま絵も上手,上手じゃないですし、まあ、あとはまあデザイン性もねあまり僕優れてないんでね。 なんかもしよかったらねその今までデザインしたそのデザインの中でなんか僕に似合うようなデザインがあれば送ってほしいなとか思いますしね、まあ、あとはまあそういったものをなんか僕も友達がそういった書いたものを着てみたいなとか思ってるんでなんかもしよかったらそうなんか今まで書いたやつでもいいしなんか簡単にカシャって書いたやつっていったものをなんかお二人からもらって2枚買いたいなとか思ってるんですけど。 なんか時間があればそういったものを送っていただけるとね嬉しいですまあそれをあの僕の T シャツにつけて街中歩きたいなとか思うんでねまあなんかそうデザイン送っていただ送ってくれたらねなんか来てみたいなと思いましたっていうのがまあ今日の僕の動画でまあ簡潔に言うとデザイン募集中っていうところとあとは筋トレを始めましたよっていうような動画ですねまあそんな感じです でですねあと、まあ、感想、まあ、今日はちょっと感想を長めに話しますかね。まずは開放リりのやつでねトピックがすごい多くて、まずは千葉ジェッツのやつなんですけど、まあ、僕もねそのラ,イライブでちょっと見ることができなくて、まあ、できなかったというか、あの時間的に無理だったんですけどあの、YouTube でハイライト見たりとかしたんですけど、もう本当に強いですね、やっぱ宇都宮じゃなくても初優勝してね、やっと。 ですかねまあ、千葉県民としてまあ嬉しいんですけどね、本当に。まあ、1億円やっぱ B リーグ、日本のバスケ界でもね1億円プレーヤーとかがいると夢がありますしね、まあ、さらにこれもオリンピックで八村君とか渡辺君とかも来るって言っててね、いやい,いですね、なんかそうドリームマッチみたいな感じでね戦えるんじゃないかなと思います。まあ、あと、その相手も相手で、その相手も相手も寄せ集めでやってくるんでね、そういったところもなんか両チーム、 お互いそのドリームチームで戦えるっていうのがすごい魅力的だなって思いますね。あとは「100日後に食われる豚」ってやつですかね。あれちょっと見てみたんですけど面白そうですね。あれなんかバニのやつはかすかに覚えてるんですけどねあれ何なんですかねだけどあのビーガンとかなんか結構そういったバックグラウンドもあってなんか結構そのメッセージ性もあるんだなっていうのは初めてわかりました。 まあ結構そのなんかビーガンとかねベジタリアンとかっていうのはもう割と身近になってきてねそういった中でもあまりそのわ、まあ、俺自身もそこまでそのお肉たくさん食べるからまあ理解はできないんだけどまあ体にいいことなのかなまあいいことでもあるのかわからないしあとは環境っていうかまあそういったね殺す罪悪感というか動物愛護の観点からまあいいんじゃないかなっていうのはまあ その一般的な素人目線ではわかりますまだけどそういうのを見る中でもねはなんか自分の知らないこともあるかなと思うんでねちょっと見てみようかなと思い,、ま、思いました。っていうのとあとは登録者数10人っていうですねやっと2桁いきましたね。まあ、長い道のりですねもう1年 まあ動画は続けてまだ1年経ってないけど、まあ、動画送り合ってからもう軽く1年経ってるんでねもう1年続けてることなんですよね実はねこれだからすごいことだなと思いますしねまあなんかこういうメッセージの動画だけじゃなくてもなんかたまに暇だったら自分で動画編集してなんか載けようかなとか思いますしなんか自由なそのプラットフォームとしてね3人でなんかこういうことまあなんかね暇だったらやっていけてもいいんじゃないかなと思いますね自由な。 感じでやっていいけれればなと思いますねねこれからもねっていう感じですで、時キがあれですかね、そのいろいろ結構服を買っててね。で、ラルフ・ローレンのシャツが1枚24 2個で24ドルってことは1個に12ドルですか。すごい安いですね、本当に。まあなんか品質は実際見てないんでわかんないですけど、なんか良さそうですもんね。まあやっぱりあれですね。 ななんか海外の古着屋っていいいと思います僕は実際あんまバンクーバー行って古着屋23店舗しか行けなかったというかまあ行ったのが23店舗しかなかったんであまりその経験はないんですけどだけどやっぱり楽しいですね海外の古着っていうのは日本にないものをゲットできるんでねまあそういった中だと日本の中でも希少価値が高いのかなとか思います。 まあそれと同時に、なんか赤い帽子も買ってて、なんか結構いい感じですね。EMC が何なのかわかんないんですが、僕の中で。だけど、いいですね。あとは、スケートだっけあの,あのショ、ショッピングセンターの中では脱いで履き替えてやるってところで。まあ、だけど不便、不便だけど、やっぱ移動手段としては便利ですね。やっぱ、自転車で行くと、自転車止めて、まあ、自転車も同じようなことですもんね。自転車で行って、 でどっかに止めてスーパーに行かなくちゃいけないっていうことを考えると、まあ、ローラーブレードで行ってで脱いで靴に履き替えてさらに持っていけるってところでは盗まれないっていうところだと、まあ、自転車と同じぐらい便利なのかなとか思いますしね逆にスケートボードとかス,ノボスケートボードとかあとキックボードよりかは断線便利なんじゃないかなって感じますねそういった話を聞くとねまあ あれですかもうトロントなんか最近雪降ったって言ったんでねまあありえないですけどねこの日本に考えて考えるとまだけどいいですねなんか涼しいっていうかあの乾燥した夏を迎えられるっていう点ではベタベタしないっていうのでとてもうらやましいなって思いますまあこのって感じですかね今日のこの感想はまあ今日はちょっといつもと違う画角で撮ったんですけど なん、あのーまあ、でかっていうとさっき面接があってその面接の画角で撮ってみようかなって思ってました、まあ、だからねちょっと今顔がテカってるんですけどこれもありますね YouTube っぽいやつこれ結構ねこれ顔こうやってやってくれてあの、まあ、なんか印象をよくする道具らしいんでねこれをいつも愛用してますって感じです今日の僕の動画ですね以上でございますではこれから僕は筋トレに行ってきます